せーの。あ、服の色一緒だけどいいかな。あ、一緒。せーの。下町。なんかバカップルみたいに嫌だね。いや、バカップルみたいじゃないって。あ、すいません。始まる前にハッシュタグジャスタンヌンでお願いします。じゃないです。え、違うの？東和のです。なんだっけ？ GB。BG。ハッシュタグ BG です。これ東和の服です。せーの。下町上町中町でーす。始まりましたーってことで今日はなんですけど。ドンキ爆買い、はい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 、ということで久しぶりにドンキ爆買いしたので、うん、今回も購入商品を紹介していきたいと思います。購入品紹介、購入品紹介を、え、何、購入品紹介をしていきたいと思います。結構買いました。私も買いました。いくら分だと思う、全部で。それ最後にやる話じゃない？え、でも一旦この量、あ、まあその量ね、うん、これぐらいなの、量が、このぐらい、これぐらいの量で3万だね。あ、嘘か、美容系結構いきました。結構行ったんすか？早く想像して。だから、3万3万言って。じゃあ俺のは、うーん、4万ね、わかりました。答えは最後で見たくなるっしょ確かにね、いくら買ったのってでも多分タイトルになるでも多分タイトルとかサムになるから俺らだけ楽しいの本当に視聴者も知ってるからねはい、ということで早速紹介していきたいと思います。でも自分たちが楽しいのが一番じゃない？それが一番、自分たちが楽しんでるのが伝わればみんなも楽しくなるからじゃあまず、あ、ちょっと待って、うん、おやつ、テディベアたちが来た時にうちのおやつがないから、うん、あげれないのがなんかかわいそうで、うん、おやつを1個だけ買ってみました。こんなやつ買ってたよね。うん、食べるよね絶対。うん、1個ずつあげてみようかな。ベアちゃんここ来て、ベアここ来て、ここベア、ベアここ来て、ここ来て、あ、じゃあ、おいない、入れ替わりじゃないから、テリーもこっち来て、テリーここ来て、テリーここ来て、お座りは、お座り、ベアちゃん、お座り、お座りよ、お座りよ、お座り、おやつだよ、おやつ、お座り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 して、お座り、これお座りして、お座りは、お座りは、お座り、ベアちゃんお座り、ベアちゃんお座り、ベアお座り、お座り、落ちるよ、落ちるよ、ベアお座り、ベア、ベアお座りは、お座り、お座り、待てよ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 。よしお、お、よしおでいった、よしおでいったお前よし、おいしい、これ食べた後喧嘩するから要注意、この後が勝負だから、うん、大丈夫だ、よかったねー、タッチ、イチタッチピュッチよかったね、タッチ、イチタッチペロ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 、よしよしよし、何もできないから、何もできないから、ペロペロしかできないからはい、それとですね、あーもうダメだ、あるって分かっちゃったから、分かっちゃった、あっちにやってこう、はい、そしてここら辺とかいっちゃおうかな。トイレットペーパー、トイレットペーパーなんかこれあるじゃん、この、うん、このブランドの、このブランドのトイレットペーパー、いい匂いするってことかな、か絶対そうだよ、めっちゃいい匂い、うん、めっちゃいいね、あの匂いじゃん、もう、うん、しかもドン・キホーテ限定らしい、ムスクの匂い、いい匂いのトレードショー買ってみました。え、それ買えばよかったやん、結構いいわ。あと、靴下、短いの、短いこの靴下3つ3個で2000円でした。もうほんといっぱいあるよ、俺小刻みに。ピカチュウのエアポッツケース、エアポッツとか使ってんの？めちゃくちゃ使ってるよ。え、あれ使わなくないじゃん、ってでかい方、あれ使わないね、なんで？メガネが歪む、でもすっぴんじゃん、いつも確かに、まあ、すっぴんの時は使うんだけど、うん、外した後がちょっとあれ見えるの、やばいことになってる。何、ベアどうしたの？ベア、ベアおいで、ベアおいで、本当にやばいことになってます、見せれないんですけどあとはこちら、アロンアルファ、あ、来た、リーゼントに、リーゼントに、リーゼントになってるじゃん、ベアちゃん、ベアちゃんリーゼントになってるよ、大丈夫リーゼントになってるよ。アロンアルファ、これは何で買ったかっていう、ギャル、え、ギャル、え、ギャルって何詰め直すのかと思った。あ、違う、これこの前ソラが料理してる時に指をパックリやったの、うん、その時にアロンアルファ塗るね、うん、知ってる、そういう方法、知らない。アロンアルファ塗ると、うん、傷口が勝手に固まるじゃん、うん、だから血がすぐ止まる、っていうのを知って、うん、これやばと思って買いました。でもアロンアルファ欲しいんだよね、爪折れた時にそれで止めるから。じゃあ買いな、そんな明確な理由があるの？ギャルの家には絶対あるどうしよう、何言おう。あ、じゃあこれ初めて買ってみた、スニーカークリーナーシート。あー迷った、うん、これはもう白い靴とかよく履くから、それを拭くために、あれでもいいんだけどね、うん、テディベアの足を拭くやつでもいいんだけど、まあ一応買ってみました。これまだまだいっちゃう、俺いいよ、クリラップ。あとこちらも包丁を研ぐやつ。あー持ってる、うん、うちの包丁本当に切れなくなってきたから、ちょっとこれでもう一回料理を快適にできるように。これでもめっちゃ変わるよ。え、これ本当に変わる？めっちゃ変わる、すごくない？めっちゃ切れ味良くなる。この前話したじゃん、おじいちゃんは伝統的なこれで研いでるって、うん、これあるなら、これでいいもんおじいちゃんよく頑張ってたわ。あとは、あ、じゃあこれかな、この見たことのないリップ3点セット、こちら
見たことないでしょ、うん、そう、よくなくすから俺リップもうこれぐらいあってもいいからこれぐらい買ってみました。あ、でもこのブランドか。うん、そうだよ。じゃあいいやつだよね、絶対、うん、これ買ってみました。唇が最近えぐいことになってる。これ年じゃないの、あれもやばいよね。まあ確かに本当にもう、本当にもう全部の皮がむける俺唇って。とんでもなくなるから買いました。どうぞ。何系がいい？美容系か食べ物系か。うん、美容系、美容系、美容系。今回美容系俺全然ないから、ちょっとしかないけど、まあまず美容系。はい、こちらのタラーン。ああ、はいはいはい。なんでヘアバンドはさ、何個も買うの？え、何個もあった方がなんかいろいろな種類あって可愛いじゃん。いや、まあそうな、そうなんだけど。マイメロと、うん、ハンギョ、なんだっけ、こいつの名前。ハンギョドン。ハンギョドン。うん。と、ポムポムプリン。ポムポムプリン。全然知らないキャラよ、お前。え、めっちゃ持ってるでしょ、ヘアバンドは。めっちゃ持ってる。え、なんかどんどんなくなってくんだよ。え、そんなわけない。マジで。そんなわけないやん。だし、あやのこの、好きな、うん、いっぱい持ってんだけど、うん、その中でも好きな形がこれなの。このシリーズの、うん、この薄くて、うん、ちょっと細い。わかる？これが一番使いやすい。いろいろ持ってんだけど、分厚かったりとか、うん、ここの幅が広かったりとか、うん、使うけど、この形がいいよねっていうのなの。いいよねって。だからもうこの形を久々に見つけてしまったから。これ洗顔用だよね。洗顔とか、あと普通に家でもつけてる。邪魔な時髪の毛。あ、そうなんだ、うん、この形がね、一番好きなの。わかる？わかる。これ女子あるあるの。うん、マジで女子あるあるの。この細さ、この薄さ、うん、分厚さ、完璧。完璧なんだ。ハンギョドンが完璧ってこと？うん、だからこの、あ、こいつら、こいつら。なるほどねって感じです。はい。で、続いてがパック。パックシリーズ気になりますね、はい、また、何、なんかドクダミの 77% ドクダミ 77% のこれ何、流行ってるの？流行ってるとか。あ、へっ、あ、痛い、自分のガードが痛い。やっぱり、自分のガード鼻つぶした。どういうこと？いって、なんかこれですね。ですねって、なんで半笑いで、ですね。まあ、私よくサウナに行くので、はい、サウナに行くときはこういうパック使うので、はい、サウナ用意。あと、サウナ用といえば、ここでお話が、お知らせ？いや、お話が繋がるんですけど、そのまま、はい、私、週1、2ぐらいでサウナ行くんですけど、はい、こちらです。たらーん、ちっちゃく小分けになってるシャンプーリンス。あー、なるほど。そう、もうサウナの時とか、うん、ボトル、うん、いつも持っていくんだけど、うん、大きくてめんどくさいじゃん、うん、でもこういう、使い切り。何？鼻じゃない、普通鼻水か。ちょっと、鼻が痛すぎて。今のお堂の金も買えるか。それを貯めてるんですね。はい、そう、だからこれをたくさん買える。1回限りってこと？これそう、1回切り。1回切りなんだ。そう、100円なんだよ、しかも。100円なんだ。そう、なるほどね。まあそれならまあいい、うん、なのでサウナ用でたくさん買いました。すいません、ここで僕も横終わりです。すいません、僕もサウナ用で。もう実はリンスシャンプーセットを買ってました。これ女子が買うでしょ。実は俺も買ってました、これ。続いてこれめっちゃ可愛い。じゃーん、キラキラのピン止めの、ピン止めね、ギャル。うん、ギャルギャル、めっちゃギャル。そう、これはギャルのさ、炊飯器で料理するやつ知ってる？あ、知ってる。多分その人がこれつけてた。え、そうなの？じゃあうちもギャルじゃん。あなたも多分ギャルだ。まあこんな感じ。はい、開きませんでした。開きません。ドンキって防御硬いよね。しかも3300円する。高っ。今見ちゃった。え、これが、うん、めっちゃ高い。めっちゃ高いんだけど。高校生とか買わないわ。無理。ね、すげえ高い、いいやつだね、これ。でもこういうのって高いのよ。これまずキティちゃん、著作権的にも、うん、高いんだ。高くなるの。うん、それも多分高いよ。1300円。これ普通じゃない？1300円も。え、500円でよくない？あ、もう500円でいい。500円でいいよね。うん、600円せめて。な、ね、いや、700。680円ではあった。680円のラインだね。そうだ、うん、ラインじゃん。著作権で上がるからね。そう、2倍ぐらい。っていう感じで。はい。で、え、もう全部美容紹介し。いいよ、もういっちゃって。で、続いてこれ。これもマスカラ、マスカラ落とすリムーバーですね。うんうんうん。まあこれはもう本当に必要不可欠なんで、はい、買いました。待って、全部行くのやめようか。なんで？あやの美容ってみんな見たいから。先俺言っとくわ。こちら、鏡の赤を取るやつですね。全然業者っていうぐらいさ、掃除のやつしか買わないの。俺本当に掃除グッズ大好きで、いろんなもの試すのが好きで、こちらも買ってみました。そして、ね、テディ見てごらん。テディと目合わせて尻尾振るんだよ。かわいくね、テディ。ん？真顔になってごらん。テディ、テディ、そしてこれ、アヤンチのあるこれ、タオルをかけるやつ。これ欲しくてめちゃくちゃで、俺タオルをそのままも折りたたんでキッチンに置いてたんだけど、これでやっと手が簡単に拭けるようになります。
そしてこの俺んちのトイレに置いてるプシュッってなるやつ、うん、あの匂いのやつのあの元詰め替え用を買いました。あとはこちら、僕最近キャンプマジ用の方でやってるのでチャッカマンが必要なのでチャッカマンを買ってみました。買ってみましたってか買いました。キモいのね。買ってみましたってか買いました。あとこのキャンプとかやってるんで僕その時にヘラとか使いたいんで、キモいと思った自分でも、いいよもう思ったから。これキャンプやってるんで、キャンプやってるんで、あの思ってたんだ、使ってみます、使ってみますってか買ってみました。それがチキモい、それがチキモい。あとこれハンドクリーム、ハンドクリームはささくれが最近めっちゃできるのよ、だから買ってみましたってか、てか使ってみます。どうぞ。美容品は後に置いて、ちょっと後に置いて日用品いきますね。はい、まずはいつも使ってるボディクリームのセラミドが入ったバージョン、はい、新しいのがあったので買ってみましたって使ってみます。それめちゃくちゃうざいからやめた方がいい、俺らもうやめた方がいい。このシリーズ本当にいい匂いだからマジ使ってほしい。はい、で続いて給食休息時間、給食って休息時間ね、はい、これは飛行機に乗るときとか、うん、よくあの足に貼るんですけど、うん、もうそれ海外旅行があるので、はい、海外に使いたいと思って。本当にその休息になるの、うん、楽になるの、うん、スースーしてね、あのそうめっちゃいいね、本当にスッキリする足が、へえー、それめっちゃいいわ。ぜひ。で続いてがこちらですね、携帯に貼るカバー、あ、保護シール、保護シール、うんうんうん、まあ2個買ってきました、はい、すぐ割るすぐ割れるからね。そうで、まあ覗き見防止、うん、のやつにしました。一回覗き見防止にしちゃうとさ、うん、見られるのが恥ずかしくてさ、うん、透明なのにできない。え、でも逆に透明なの見るとさ、うん、画質めっちゃ良って思うでしょ。良って思う。明るっ。明るいと思うよ、うん。なんか暗いから嫌なんだよね。わかる。で続いてがまあクイックワイパー。はい。あとはまあ旅行もあるって言ったんで映るんです。あ、映るんですね。はい、あとみんな大好き。はい。おやつ。あ。みんな大好き。おやつ。おやつ。おやつ。お前もやめちんね。気持ち悪い。気持ち悪いは言うなよ。そんな言うの。これが大好きなんだ。いや、それが大好きなんだ。うん、それはあやいつも買ってるなと思ってたんだけど、うん、違うの買っちゃった俺逆に。おやついる？お前めっちゃラッキーや。二回もおやつ。おやついる？あ、来た。高い。はい。はい。まあおやつあげたいと思います。おやつね。ちょっとその間にちょっと俺さ、俺のおやつも食べていい？お座り。お座りして。めっちゃ。待てよ。よし。ここのうんちも。よかった。はい、終わり。いや、僕もちょっとお腹減ったんで、ドンキ限定のおにぎり言ってたのよ。牛カルビ、そして豚カツ焼きそば。もう意味わかんないでしょ、具がもう、うん、豚カツ焼きそばなんて。だからちょっとこれ食べたくて、ちょっとこれチンしてきます。え、今？今はじゃあいいですか、その間に。いいよ、その間に行っちゃって。そして続いて、はい、こちら、たらーん、フレームなしの鏡です。どういうフレームなしの鏡って。あ、周りに別にフレームない方がいいの？いや、もう特にはないけど。てか、お前鏡めっちゃ買ってない？なんか、なくなるんだよね。違う、なんでお前いつもなくなるの？わかんない、意味がわかんないんだけど。どうやもわかんない。まあこんな感じでフレームない方がさ、大きく見えてよくない？あ、まあそうだね、広い。うん、続いてこちら、はい、マグマの回路ですね。回路か。うん、めっちゃあったかいやつ。回路とか使う機会ある？本当に寒い時は買いました。はい、続いてがこちら。え、先生失礼します。すえー、買ったんだ。買った。これ気になるよね。あ、いや高い方買いましたね。高い方買いました。え、同じじゃないの？ほら、俺65W。え、本当だ。これが一番いいやつ。うん、一番いいやつ買った。これね、本当に急速らしいよ。ね、超早いね。え、マジで全然違うらしい。2倍ぐらい違ったよ。え、でも、あれ、ここで使ってるやつも倍早いみたいなやつ。あ、マジで使ってるけど本当にいいらしいよ。え、マジで超早い。超早いんでしょ。うん、え、コードは関係ないんでしょ。コード関係ない。こっち側があるでしょ。うん、まあ、リビングにはあるんだけど寝室にないから、うん、なるほどね。そう、寝室用に。俺はこれは家で使うんじゃなくて車、あ、車のコンセントのところに挿して充電できたら一番いいかなと思って、車用に僕は買いました。だから iPhone のコードも2個買った、俺とアヤが使えるように。この車用で、まあちょっと今度いつか感想言うわ。やばい、根元なのに超さ重いんだけど、持ってみ。重っ。補助充ぐらいあるね。補助充電器ぐらいある。これ C タイプ2個と USB1 個。え、めっちゃかっこいいってか。そしてまあ私は 3m の。ああ、 3m ね、はい、で最後、最後ボール、はい、透明の。以上。はい、それでは豚カツ焼きそばちょっと食べてみたいと思います。ドンキのおにぎりってどうなんだろうな。食べたことないの？食べたことない。ある？あるよ。いただきます。どう？うん、おいしい、おいしい。一番いいところになったら教えて。うわ、最悪。家のおにぎりに近い、コンビニのおにぎりより家庭的な味するわ。焼きそばの方じゃなくてもう一つの方食べたかった。牛カルビ、うん、見せて。
本当に焼きそばなの？焼きそばも入ってる。じゃあ僕はこちら、お茶碗2個と味噌汁系2個。これは俺全部2セットしか持ってないんだけど、いつも俺ら自炊するとき、まあ空川キイチ俺で、うん、4人だからいつも足りなかったの、茶碗とかが、でなんかでっかい丼にお米とか、うん、丼に豚汁とか入れてた、うん、だからさすがに4人体制でやってるんで、僕たち4人を揃えました。そしてまあ普通にティッシュ、これはもう最高。でっか醤油、もうこれもまあ普通にね、普通にでしょ。でこれクリスマスの帽子2つ、うん、これはケンタッキーの企画でサムネで使いたいから買いました。そしてでっかきキュット、これ詰め替えようです。でか足抜きマット、なんか俺さ前回さ足抜きマットどっかで買ってたよね。うん、買ってた。あれが、うん、もうむちゃくちゃ毛がつくのよ、うん、であそこで濡れた時に足を拭くと、うん、足の裏にめっちゃ黒い毛玉つくの、うん、それ最悪だよ本当に、うん、ちょっと変えますもん、本当にすいません。あ、待って、俺意外ともう詰めすぎたかも。もう結構ないよ、俺お返ししていい？お返しします。じゃあ続いて食べ物部門、まずは高級なマスカット買わせていただきました。え、それ高級なの？だって2380円。高いね、美味しそう。友達がちょっと泊まりに来るんで、はい、パーティーしようと思って。あ、そうなの、泊まりに来るんだ、はい。で続いてがこの時期がやってきました、いちご。え、いちごって冬？冬。あ、そうなんだ。やっといちごが食べれる時期なので、1500円でとっても高いんですけど、うん、買いました。まあパーティーだしね、今日。今日はパーティーだし。泊まりの時ってさ、うん、え、今日お泊まりうち来てよって言う、ちょっと友達から、え、あやんちお泊まりしたいんだけどって。え、今日泊まっていい？明日遊ぶから、うん、泊まって明日遊ばねみたいな。なるほどね。そうで続いて、私も買わせていただきました、デカ醤油、うん、もうなかったので。あと油。油ね、はい。え、揚げ物とかする？うん、最近したよ、春巻き作った。揚げ物すると一気に油になるから、ね、そう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 、ほんとに。と全国のお酒が好きな人に紹介したいおつまみがあるんだけど、うん、そんなにお酒好きキャラでしたっけ？じゃないけど、うん、お酒に合うんだろうなみたいな、うん、こちらチーチク。これガチで分かればいい。もう知ってるっていうか、その、え、これだよ、これだよ。これはない。え、ちょ、一回これ食べてみて、一個。それがうまいってこと？ガチでうまい。一見普通でしょ？一見マジで普通。一見普通の何の変哲もないチコは。そうなの、うん、食べてみてください、半分。やばくね？おいしい。見えるかな、間に、間にチーズが入ってる。あ、エルクね。おいしい。絶対お酒に合うよね。絶対合う、うん、超いいわ、超おつまみ。おいしい、これすぐなくなるわ。5個しか入ってないの、ので2個買いました。うん、さすがです。おいしい、これめっちゃおいしい。これマジでおすすめ、本当におすすめ、本当に。これドンキ限定とかも、うん、そんなことなくて、うん、スーパーで買うの売ってある。で、はい、続いて一蘭。うん、まあ、友達が泊まりに来ると深夜ちょっとなんか食べねみたいな、うん、なるんで。そういうの食べるんだね。でもあんま好きじゃないじゃん、カップラーメン。友達に作ってあげる。自分はそんな食べないって感じで。はい、新大久保のドンキ行ったんですけど、うん、観光客が多いから。多かったね。あの、日本のお土産みたいなのがいっぱいあったんですけど、うん、それでまんまと釣られちゃって、日本人が。こちらキットカット、アマオ、九州のお土産のやつと京都のやつ買っちゃいました、うん、キットカット好きなの？大好き。キットカット好きなんだ。大好き。キットカットはチョコのお菓子の中で一番好き。マジで？まあでも実家の冷蔵庫にあったもんな。そう、ずっと。と、なんかチョコが食べたい気分だったのでしょうか。何その、恋かけ系。レディティキッス。あ、でもこれが一番好き。うわ、すぐ変わったわこいつ。ごめん、2番目キットカット、これが私チョコ界でナンバーワンだと思って。本当にデザートに関してはマジでお母さんの影響だよ。そうだね、マジで。お母さんがもうキットカットとレディティキッスめっちゃ好きだから。ほんとやチョコ好きだから。でも食べ過ぎると頬が赤くなるから。なるよ。いや、まだなってない。あ、化粧に隠れてる。うん、一応こう見えてチョコアレルギーなんで。そう、ちょっと出てるかも。うん、まあ、赤いけど。もうチョコアレルギーなんですよ、こう見えて。食べ物全部いっていいの？うん。で、続いてがこちらはアサイで使うやつですね。はい、アサイで作るこのストロベリーのミックス。これ本当に美味しいから、みんなこれアサイ作るときまず使った方がいい。これドンキ限定だね。うん、これはドンキ限定。でもさ、マジでさ、ドンキ限定の商品めっちゃ力入れてるよね。入れてる。ドっていう商品がめっちゃ多い。うん。で、続いてこのキンパ。あー、冷凍キンパ。そう、好きだね、それ。あの、やっぱ飲み終わり、うん、飲んで次の日とか、うん、ほんとご飯作る気にならないから、うん、そういう時にこういうので頼っちゃいます。はい、すいません。で、続いてがヤクルト戦。久しぶりに見たわ、ヤクルト戦。そう、飲み続けると変わるっていうじゃん、うん、だから5日間飲み続けてみようと思って5本買ってみました。はい、続いてが R1 の、 あの2倍のやつ。あー、ゴールドね。そう、ヤクルト戦も飲んで、これも飲む。わかんない、なんか悪い。いや、悪くないですよ、悪くない、詰めてないです。3つだけ買ってみました。無駄なこと、無駄なことしてますか、はい。で、最後、はい、私の大好きなパン、なんだと思う？メロンパン。見たからでしょ。はい。目泳いでても、なんて言おうか迷って
泳いでからメロンパンって。本当はね、もうあのもうこういう商品もまあお互い別々で買ってるから分かんないんだけど、カゴとかに入っててちょっと見えんのよ、うん、本当だったらカゴとか見えてなかったら俺はチョコチップって言ってた、うん、あのチョコの、あチョコの長いパンがチョコスティックパンみたいなのがあやは一番好きだと思ってたらそれなんだ、うん、あんまそれの印象ないけどねって言うじゃん、うん、友達はみんなあやはこれのイメージそうなの。あ、でもまあまあチョコチップスティックか、うん、こっちどっち、うん、とにかくチョコが好きだよ。もう本当にお前は生粋のチョコ好き。もう本当にチョコばっか。え、これ知ってる？オーブンで焼くとめっちゃうまい。うまそう、そういうのうまそう。ガチでうまいからさ、うん、オーブンで4等分にすんの。うん、そうするとガチでうまい。なパン温めって感じで温め。いや違うの、カリッとして、うん、周りが、うん、で中ふわ。最高じゃん。そうだからあの一時期あれメロンパンアイスみたいな、あ、なんかあった、流行ったね、流行ったね、乗ってきてこう毎日やってた。へぇ。で、食べ物部門は以上です。はい、じゃあ僕は調味料部門。いつまでおにぎり食べるの？もう最近ほんと自炊が止まらなくて、調味料はもうほんとに好きになってて今、生ニンニク、生わさび、生生姜、これあれば料理が一味も二味も変わります。そしてもうほんとこれ全国のみんなにおすすめしたい、これがもう俺一番大好きな調味料、おろし。このおろしもめちゃくちゃ美味しい。このおろしポン酢じゃないの、うん、おろしのタレ、うん、これがめっちゃ美味しい。ほんとにみんな食べて、このステーキとかにかけるようなやつ、うん、これマジで美味しい。何で食べる？サラダにも使えるし、うん、まあ肉にもかけれるし、その肉も鶏も豚も牛肉も全部いける。これし、もう最悪ね、うん、最悪卵と米とこれもういけんのよ、うん、玉ねぎがすっごいいい味。もう玉ねぎ大好き。そしてこちら、ちょっとパスタがね2玉ぐらい余ってたから、パスタの素、カルボナーラとボロネーゼ、このシリーズめっちゃ美味しいからね、みんな食べてみて。あとはもう俺が一番大好きなおやつ、プリッツサラダ俺これほんと大好きで、カントリーマームか。これ1個ちょうだい。いいよ、1個でも1玉ってこと？うん、これ。あ、まあ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 、まあ、別にいいんだけど、別にいいけどコンビニで買うし。いやない、や、強っ。あ、絶対折れた今、絶対中のプリッツ折れたからね。大好きこれ、めちゃくちゃ美味しい。これ食べたことない人いるのかな、いるんじゃない。マジで食べてみて。これサラダ味って言うけど、マジでサラダじゃないから。何味？塩。もう完全に塩。塩っていうコンソメじゃない？コンソメじゃない、全然違う。なんて言うんだろう、塩ではないじゃん。これなんて言うんだろう、めっちゃ美味しい。これ サラダじゃないから、本当に野菜ジュースとかと勘違いしないで、これ本当に美味しいからマジで食べて、サラダこれで、定番のサトンご飯5パック入りで、もうクライマックスで僕は行きます。こちら、これなんだろうと思うと思うんだけど、これ折りたたんでるんだけど、この箱、うん、物入れみたいな箱入れで、最近キャンプしてるからキャンプグッズを入れるよう。で、これ買いました。今回の買い物は以上になります。僕じゃあ続いて私、机の上とんでもないことだね、マジで。ハイライトとシェーリングのペン。うん、それってさ、どれぐらいなくなるの？本当にもうめっちゃ持ってる。うん、初めて買う。これなんかさ、化粧品のグッズ、あ、いっぱい持ってるよ。相当持ってるでしょ。うん、化粧はもう使い切るっていう概念じゃないんだよね、なんか。どういう概念？なんて言うんだろう、試してみて、うん、いいのにたくさんどんだけ出会えるかみたいな。ああ、じゃあリピートもあんましないと思う。新しくなったら新しいもん。本当に気に入ってるやつだったらするけど、大体、うん、チャレンジの方が多い。なるほどね、うん、そう、だからこれもチャレンジ枠、常にチャレンジ精神で、まあこれはリピートですね。私の大好きな、はい、マスカラ、うん、スカイハイっていう、これもう本当にこのマスカラしか使ってないぐらいこれが大好きなんですけど、うん、はい、これも買いました。あえてつけましてんの？してない。めっちゃすごくない？冷静に今見てみたんだけど、長いし、そんなバサバサになるんだよこれ。あ、そういうこと？これ使ってるからってこと？マスカラ塗ってるから。マジですごいわ。え、肌つけまくれ。何のおかげ？アスネ。アスネ、あ、よかったよかった、アスネのおかげで、続いてがアイライン、ラブライナーですね。はい、これもいつも使ってるやつ。はい、これみんなね使ってんだよ。目元の影をフェイクするペン、涙袋とか、うん、二重幅とか、うん、そういうのに使う薄いラインなんだけど、うん、全然わからないわこれ。マジ超人気っぽくて。え、涙袋なんかあややってる？やってるか、やってる、書いてるんだけど、うん、これめっちゃ人気っぽくて、うん、飾ってあったのよ、全部空箱なの。万引きが多いんだ。そう多分知らないけどね、うん、めっちゃこれいい、はい、みんな使ってる。以上です。はい、ということで、はい、僕たちの買い物は以上になります。はい、今回のじゃあベストワン買い物、ベストワン使ってみたいの、俺はもう完璧にこれ、ずっと探してた。これ、これじゃなくてもこういうようなやつ使ってみて、本当に美味しいよ。私はここのラインでないの？いちごとかそうだけど、普通に考えたら、うん、普通に考えたらそうなんだ。うん、普通に考えたらそうだけど、うん、今回新しいのあんま行ってないからな。まあヘアバンドかな。ああ、ヘアバンド、これね、もうお気に入りすぎてもうつけてるもんって感じです。はい、レシート、レシートどこ行った、どこ行った、レシート。で、俺金額覚えてるから、レシート見なくても。はい、レシートはどっか行ったんですけど大丈夫です。
じゃあ順平からどうぞ。僕の金額4万2000円。じゃあはいかどうか。あや順平の。あー化粧品がねどう響いてくるかだよね。ロー。これ勝った方どうする？順平が順平が正解だった場合、あやおごり。マジ？俺が間違った場合は俺のおごり。え待って。えどうなんどうなんどうなん。どう思うみんな？5、4、3、2、1、0。はい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 。あやよりも高いけど。違う、あ、俺よりも高い。あ、あやの方が高い。あやの方が高い。その理由は？その理由は、え、でも最初ローって言ってたからもうロー。違う、もう分かりやすい。絶対ハイじゃん。もう絶対ハイじゃん。でも一発勝負だから。いやいや、ロー。はい。無理。はいで。無理無理。正解はローでした。はい、嘘だよ。金額いくらですか？5万ぐらいってんじゃん。うん。いくら4万2000円。嘘だよ、嘘だよ。嘘だよ。じゃあ見して。マジ。見して、じゃあおごりね。しゃあ！でっか！順平がおごるんだよ。え、違う？だって、お前な、お前いくら？だから4万2000円。嘘だよ。マジで。嘘、見して。マジで。見して。無理だよ。なんで？無理だよってゲームになってないよね、全く。いくら。無理だよ。お前いくら？家賃無理。4万2000円って言ってて、バーカ！何この子、変な子いるんだけど、マジで自分からゲーム仕掛けてきて負けたらもうこれだよ。いいか、正解は5万8000円。高っ。マジで何でいった？分かんないの。でもさっきの充電の早いやつあったじゃん。うん、あれが7000円したの。違うよ、あれ1万2000円。あ、1万か。うん、俺は7000円のやつ買った。あやも7000円買ったよ。じゃああや高い方。え、マジ？嘘じゃん。マジで見てみ。1万円。あ、1万ぐらい、1万1000円ぐらいでしょ。うん、1万1000円だ。で、シャインマスカット2000円。うん、いちご1500円。メイク系は高いの？高くない。まあこれとかも高かったのかな。普通に高いんだよ。200円が高いんだよね。確かに。1個、これとかも200円ぐらいするしたの。まあ、小刻みにいっちゃいましたね。はい、って感じです。はい、じゃあ、おごっていただけるということで、4万2000円で、あれから引いた、別荘の1000万から引いてるから996万でいいよ。いや、じゃあ結構別荘から引いてるよ。ちなみに996万でいいよ。いや、別荘から何回か引いてるから、まあ990万ぐらいだろ。996万ね。990万だから、あやの借金996万ね。あともうちょっとで返せそうです。はい、ということでこんな感じです。ちょっとすごいよ今これ、机の上マジで夢のようだよ多分。見てこれ、最高じゃない？ワクワクするね。で、ペアちゃんがここにいて、テディがそこにいます。はい、ということでこんな感じでドンキ爆買い久々にして10万円じゃん、うん、今回。え、一番高い？過去最高？過去最高かも、爆買いドンキ。こんな時に、うん、あんまり爆買いした感じしないけど、うん、ということでドンキ10万円分買ってみました。もう僕たちが紹介したの気になったらぜひ買ってみてください。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。Body's moving to the beat. テリー、テリー君、はい、さよならー。